さて、今日こそ楽しい一日になりゃいいが。ふん、戦果の割には随分と愉快そうですね。ん？いっつも不機嫌そうなあんたよか、いくらかマシだと思うぜ。口を慎みなさい、ガンダルバ中将。今エルステ帝国の全権を握っているのはこの私です。うん、まったく、今回ばかりは私自身も反省の必要があるかもしれませんね。独断先行して軍を動かした挙句、第四機空挺団戦団長のリーシャを未だに捕まえられないとは。聞けば昨日はリーシャを目前にしながらミスミス取り逃がしたそうですね。ガンダルバ中将、あなたにはあの小娘を捕らえる気があるのですか？やる気はあるぜ。だがいろいろと邪魔が入ってな。力不足だというのならこれを渡しておきましょう。魔性か？ええ、あなたがこれを使えば今日にでも島ごとまとめて。そういうのは嫌いなんだよ。二度と俺様の前に出すんじゃねえ。な、それに焦らなくても決着は今日だ。匂うからな、目覚めた化け物のいい匂いがな。せっかくの勝負にいらねえことすんじゃねえ。次やったら潰すぞ。ついでに、俺様のアマルティア進行は独断先行なんかじゃねえよ。ちゃんと許可はもらってる。許可？何をバカな。誰から許可を得たというのです？そりゃ当然、俺様たちがお守り申し上げる皇帝陛下に決まってるじゃねえか。な、皇帝だと？うん。黒騎士も無事追放できたし、もう秩序の機空団に利用価値はないってな。だから拠点を乗っ取っちまえって陛下直々に勅令を下さったぜ。バカな、そんなことはありえません。ありえないって？じゃあお前も直接陛下から話を聞いてこいよ。そうすりゃいくらフリーシア宰相閣下でも納得していただけんだろ。違う、そういうことじゃない。皇帝陛下が直々に勅令を下す、それ自体がありえない。私はいるように振る舞っていただけで、今エルステ帝国に皇帝は存在しない。そもそも帝国の基礎になったエルステ王国には直系以外に王族はいない。そして最後の子孫であるオルキスはあの状態。一体誰が、私がアガスティアを離れている間に何が起きたというのです？どうした？アマルティア侵攻がそんなにショックだったか？私はアガスティアに戻ります。ガンダルバ中将、あなたは一秒でも早くあの小娘を捕らえることです。よろしいですね？やれやれ、世話しない女だ。では作戦通りに、武運を祈ります。はっ、リーシャ船長もどうかご武運を。リーシャ殿、本当にこの作戦でいいんだな？はい、きっとこれが
今の私たちにできる最善の作戦ですから。なんつうか大胆な作戦だよな。なのに理にかなってるっつうか。いいじゃねえか。俺はいい作戦だと思うぜ。少なくとも俺は嫌いじゃねえ。ありがとうございます。私もそう思うわ。それになんてったってすっごくわかりやすいもの。なんだかすごくリーサさんらしいなってそう思います。ここまで来たんだ。あとはもう精一杯やるだけだよな。リーサ頑張れ。応援してる。ありがとうみんな。私を信じて託してくれて。君には能力がある。だから私たちは君に作戦を託したんだ。胸を張っていこうじゃないか。はい。よし、この辺りはもういいから次の区画の巡回に。貴様は。私は秩序の気空団第四気空艇団船団長リーサです。もう逃げも隠れもしません。私はリーサはここにいます。なんだこいつ。頭角中将閣下へ連絡だ。おい、お前は仲間を集めてこい。ここで取り逃がすわけにはいかないぞ。さあやりましょう。ここからが本当の正念場です。中将閣下、リーシャが、リーシャ船団長が現れました。来たか。どこだ、どこで見つけた。それが巡回中の兵の前に自ら踊り出たようで。何、自分から捕まりに来たってのか。いえ、そういった様子はなく、現在兵を集めて応戦中です。おとなしくしてるつもりはないが、自分から姿を現しただと。面白い小細工のつもりか。おい、場所の詳細を教えろ。俺様自ら決着をつけに行く。はっ、ご案内いたします。いや、お前たちはここに残れ。は、今この第四庁舎にいる兵たちは一人たりとも持ち場を離れるな。さあどう出る。悪いが、そうそう穴を作ってやるつもりはないぞ。キレイバドンドンリルルン。一緒に歌いましょう。無駄だ。やっ、無駄だ。はっ、無駄だ。やっ、遅い。はっ、やっほー。はっ、花と散りゆくがいい。グラティックネイル。祈る余裕は与えん。ヒムラルブリッド。みんな、今日は本当にありがとう。しかし
これで本当にあの男が乗ってくるのか。おそらくはガンダルバの狙いが私ならここで出てこないはずはありません。私天才じゃないけど人並み以上には強いんです。いっぱい頑張りましたから。だから波の兵士では相手にならない。それは奴も分かってるはずです。そうだな。だが君の言葉には一つ間違いがある。どこですか？君は間違いなく天才だよ。戦いには特化していなくとも君には人にないものがある。自分を謙遜しすぎるな。あまり続けていると癖になってしまうぞ。ありがとうございます。あ、リーシャさん赤くなってます。いやだって私そのこういうの慣れてなくて。それにカタリナさんはすごく厳しい人だと思ってたからこんな風に褒めてくれるなんて。そんなつもりはなかったんだが。確かにカタリナはリーシャの前だとちょっと怖い感じだったわね。でもカタリナもリーさんにメロメロになったり可愛いところもたくさんあるんですよ。そうなんですか。ルーレア、まったく何を言い出すんだ。和んでるとこ悪いが、また帝国の連中がワンサと来てるぜ。構えな。鉄道隊もそろそろ配置についた頃だと思います。あとはこれでガンダルバがここまで出てきてくれれば。おう、俺様がどうしたって。あのおじさん一人みたいね。兵隊さんは連れてないのかしら。兵を伴わず前線に出てくるなんて一体何を企んでいる。そりゃ俺様のセリフだぜ。小細工なんてやめようぜ。なあ、いつもの貴公子たちはどうした。そこにいるのは例の手配犯の連中だけだろう。全滅したってことはねえよな。秩序の貴公団の連中は今どこで何してるんだ。それを答える必要はないでしょ。そうか。だがお前がおとりになろうってんなら失敗だったな、リーシャ。残念だが俺様を守ってた兵たちはきっちり第四庁舎に詰めてるぞ。俺様がいないとはいえちょっとやそっとじゃ第四庁舎は奪還できねえぞ。そうですか。それは大いに結構です。何？別動隊というのは確かに当たりです。しかし彼らがどこにいるか、それは第四庁舎などではありません。彼らはここに私たちと一緒にいます。私たちが部隊を分けたとなれば自然と2カ所での戦闘の展開や片方がおとりである可能性を考えるでしょう。しかしあなたなら拠点を奪還されようとも一人でその戦況を覆せる。なればこそ私たちがすべきことは全戦力をもってあなたを叩くことだったんです。そのためには周囲であなたを守る戦力も極力減らしておきたい。そこで私たちがおとりだと思わせることであなたの周囲の戦力を分散させたんです。上出来じゃねえか。そういう小細工の展開はあのクソ野郎そっくりだな。だがな、一つ計算違いがあるんだよ。全戦力をもって俺様を叩く。そこまではいいさ。それで
そんな人数でこの俺様を倒せると思ってんのか？それは試してみればわかることです。じゃあやってみろよ。遠慮はいらねえ。てめえらの全部をぶつけてきな。本人から許可が出たんだ。全力でやらせてもらおうじゃないか。たく、人を舐めるのもいい加減にしろってんだ。そうよそうよ、師匠仕込みの魔法はやわじゃないんだからね。ちっと自信過剰なやつにはきっつい要求を据えてやらねえとな。やりましょう。ここで全戦力をもって中将ガンダルバを倒します。邪魔立てするなら容赦はせんぞ。ここを切り抜けるぞ。無駄だ。やっほー、我が剣よ、今こそ。無駄だ。やっへ、我が銃弾誤ったず手安全、私がついている。焦るな、効果が必ず来る。氷の花と散りゆくがいい。グラキンスネイル、祈る余裕は与えん。ヒムドラルブリッド。除去終了。まさに集中砲火だな。これだけやりゃ青少獣でも倒せるんじゃねえか？っていうかちょっとやりすぎちゃったんじゃ。あ、バカな、あれだけの砲火の中をどうやって。ん、終わりか。なら今度はこっちから行くぜ。カタリナ、後ろ！まず一匹。くそ！どうなってんだ！これがあいつの本気だってのか！その通りだ。いつの間に？圧倒的ってのは退屈なんだよ。俺様が手を抜いてた方がやりがいがあっただろ。絶対に勝てない相手に人は努力をしねえからな。そんな。さて、残るはお前らだけだな。なかなか楽しませてもらったぜ。お前ら頑張った方だぜ。間違いなく一線を越えた強さに足を踏み入れつつある。けどな、足りねえんだ。まだお前らには
俺様と相対する資格がねえんだよ。父さん、私はここで終わりなの。やっぱり私がみんなを助けようなんて、私にはそんな資格。違う。何？誰かを助けるのに、仲間を守るのに資格なんていらない。私は父さんのような英雄じゃない。父さんやモニカさんみたいな圧倒的な力も持ってない。けど、だけど仲間を助けると、仲間を守ると誓ったのは私なんだ。私が守りたいから、だから戦うと誓ったんだ。この覚悟は誰にも渡さない。それで、英雄でもねえ、大した力もねえお前が一体何をするんだ。もう仲間を傷つけさせたりしない。私がこの場でお前を倒す。いいぜ、やってみろよ。天空を股にかける化け物の血、その血の誇りをこの俺様に見せてみろ。やろう。私はもう絶対に逃げない。絶対に負けたりしない。俺はやっぱりあの化け物の子供だよ。かっこ悪いな、この俺様も。さすがに体が。中将閣下、おい、誰か来てくれ。撤退だ。今すぐ島を引き上げるぞ。中将閣下を安全な場所までお連れしないと。
よくやったな、リーシャ。私も先輩として鼻が高いぞ。ありがとうございます。ただその傷に響くからあまり叩かないでください。あのガンダルバを相手にこの程度の怪我で済んだのだ。運が良かったと思うんだな。いや、運だけではないか。お前にはどう礼を言ったものだろうな。リーシャを支えてくれたことも含め、お前には本当にいくら感謝しても足りないくらいだ。たく、俺たちが気絶している間に全部片付けちまうんだもんな。まったく君は本当に大したやつだ。あのおじさん、レディの体に怪我させるなんて絶対に許さないんだから。聞いた話じゃ、あいつも今は満身創痍みてえじゃねえか。ああ、やつらに再び侵攻するつもりがあるかはわからないが、この間に我々は我々で一層島の守りを固めるとしよう。さて、リーシャ。ところで私は、お前に言い渡さなければならないことがある。もう大体察しはついていると思うが。はい。独断で島を不在にして、本当に申し訳ありませんでした。船団長ともあろう者が、無責任な行動をとった罪は重い。ましてや、運悪くそのタイミングで奴らの侵攻があったのだ。これらを踏まえ、私は船団長に次ぐ地位の者として、お前に裁量を言い渡さなければならない。はい。待ってください！リーシャさんは島を救ったんだし、あまりひどいことは。それはそれ、これはこれだ。良いことをしたからといって、悪いことが帳消しになるわけではない。ありがとう、ルリア。でも大丈夫。覚悟してたことだから。では、リーシャ。私は第四期空挺団船団長補佐として。リーシャ、お前に第四期空挺団船団長の辞任を勧告する。はい。どうする？あくまで勧告であり、強制力はないが。いいえ、船団長という立場は、私にはまだちょっと早かったんだと思います。リーシャさん。わかった。船団長補佐として、私はそれを受諾しよう。では、暫定的に私が第四期空挺団のトップということになるな。はい、そうですけど。ぐっふん。それでは、リーシャ。辞任して早々だが、お前に辞令を言い渡す。え？リーシャ、お前には本日付で、この者たちの気空団に派遣されてもらうぞ。え？彼女とはなかなかいいコンビだったそうじゃないか。でも、そんな、いきなり。いいんじゃないか。私たちに断る理由はないと思うが。すでに雑用決定なんですか？まあ、真面目な話、エルステ帝国のここ最近の動向は目に余るものがあるからな。秩序の気空団としても、彼女らと協力関係を結んで共に帝国に対抗していきたいんだ。それで私を団長さんの気空団に？そういうわけだ。新天地でも頑張れよ、リーシャ。